皆さんこんばんは。本日のイベントで司会を務めるベリーで美容ライターをしてます立花優です。どうぞよろしくお願いします。そしてさらに今回イベントを一緒に盛り上げてくれる出演者の方々を紹介したいと思います。お一人目は笹川ゆりさんです。はい、パジャマ姿でどうもすいません。ベリーでモデルをしてます笹川ゆりと申します。今日はリラックス空間を楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。そしてお二人目はりっかちゃんです。ベリーモデルの鈴木りっかです。よろしくお願いします。はい。ごめん、なんか言わなきゃいけない。なんかパジャマ着てるからどういうモードでいいんだっけ。そう、確かに。初めてパジャマなんて。今日はでもよろしくお願いします。では早速今日のイベントテーマがじゃじゃんこちらになります。笹川より鈴木りっかのパジャマトーク。お休み前30分の綺麗なルーティンについて語ろうです。タイトルにもパジャマトークとあるように、さっきも言ったように今日は私たちパジャマで登場してます。ふわふわです。本当なんかねちょっと着てないような着てないよね。着てはいるけど。いやあゆさんちょっと色気出過ぎじゃない。着心地が本当。しかもなんか一番可愛く見えるピンクをあゆちゃんが。ちょっと選んじゃってすみません。テロテロなんですよね。すみません気持ちが良いです。でも2人とも似合ってる可愛い、はい、パジャマ大集合。本当なんかパジャマパーティーとかありますけど やられたりするんですか。いやいやないよね。ないと思うないよね。あるなない子供とかはよくあるでしょ。あ、まあお泊まり会とかね、そういうのはしたか。そうだね。大人になってパジャパはない。大人になってからはないね。初の。視聴者の皆さんもねぜひリラックスして今日は聞いていただきたいと思います。でこのテーマなんですけども、子育て中のママの夜はいつだってバタバタだと思いますが、寝る前のほっとする多分時間って多分平均30分ぐらいかなと思うんですけど、なので私たちベリーのママたちはこの貴重な30分をいかに有効な時間に使うかが大事だと思うんですけども、お二人はどうやって過ごしてるんですか？私今2歳の子供がいるので、8時に寝つかせたいんですけど結局9時くらいになっちゃうんですよ。でしかも添い寝というか一緒にいないと寝られないので、9時くらいになって一緒に朝まで行っちゃう日もあれば、這い上がってそこから自分時間を1、2時間過ごす日もありますけど、ベストプランは9時に寝つかせて自分で起きていって洗い物などしてネットフリックスやら読書。でもそう過ごせるのははい週に1、2回くらいかな。結構9時に寝ちゃってます一緒に。そうだよね。もうでもああやっちゃったって思うより寝ちゃう時はもう寝ようって決めちゃった方が。なので子育てすごい忙しいですけど、逆に9時に寝てしまった習慣は肌ツヤは調子いいっていうか、やっぱり睡眠がちゃんと取れてるからね。しますね。りっかちゃんは？うちもだから一緒だよね。なんか一緒に寝ちゃうか、でもなんかもしくはそうだな。でもまあ這い上がるかな私も。這い上がる。すごい。今そう4歳になったところで。そうただなんかお兄ちゃんの時はそこから這い上がってお皿洗ってなかったみたいになってたんだけど、今お皿洗いはお兄ちゃんがやってくれる。そうまあお金を払うんだけどね。お小遣い制。そうだからそのなんかあれはないんだけど、やっぱりほらクリーム塗ってなかったとか、このスキンケア最後してなかったとか、なんかそういうのがあったりとかして、まああとはさそのねそれ以外の家事とか、まあちょっと仕事で残ってたことがあったりとかっていろいろあるから。そうだよね、夜の時間の使い方ってそうですね。すごい悩みがあるんですけど、お風呂一緒に入るじゃないですか、出るじゃないですか。やっぱりその時間で自分も終えてしまいたいので、髪の毛乾かす間に娘が一人で遊んでられなくて、まだ横でずっと眠そうにしながら「ママまだママまだ」って言ってて、焦るね。そうなんですよ。なのでその時間中にもう全部肌も終えなきゃいけないので、なんかパスクする時間もなければ。確かに大特急。そう本当に1分ぐらいで終えてますけど、2歳くらいの時ってそんな感じでした。そうだったかな。でもだからさ本当になんか簡単にわってやってて、あとはそのね子供のことやったりとかする、私だからもうパックしながらドライヤーしたりとか、なんかそういう時短、そっかみんな工夫してるんですね。だけどこうなんていうの、スキンケアのステップやっぱ最終まではいかないんですよね。わかります。2個ぐらい間引いての、そうそう、途中で終わっちゃってバタッといっちゃうと、あと思って起きてなんか塗ったりみたいなことはあるかな。でもやっぱりみんなそう限られた時間の中で、すごい頑張ってやってるっていうことをみんな知りたいと思うので、今日はいろいろその寝る前30分の美容トークを聞きたいと思います。私ですね。お願いします。はい、今日大事なお知らせがあるの、はい。そして本日はこのイベントを皆さんと楽しむために素敵なプレゼントキャンペーンをご用意したということで、イベントの感想は随時ハッシュタグベリーパジャマトークで募集していますので、ツイッターなどにぜひぜひお寄せくださいと。ベリーパジャマトーク、はい、ハッシュタグベリーパジャマトーク、はい、どんなプレゼントなのか詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、どうぞ最後までお付き合いください。やばいプロ急に告知大事大事、はい、でじゃあついに第1部のテーマは、はい、寝る前30分でも翌朝きれいながらビューティーン教えてです。忙しい中の貴重な30分ということで、例えばさっき言ってたテレビ見ながらとかドローン見ながらとかネットショッピングしながらとか、何かをしながらでも綺麗になれる美容習慣をビューティーンと今回呼んでみました。なので今日はお二人に自分のビューティーンをお伺いしたくて、ビューティーンでいいのかな、ビューティーン、いい言葉だね。そうだよね、ルーティーンからのビューティーン、そういうことですか。つけてるんだ。あ、なるほどなるほど。そうなんです。なのでビューティーンを教えてもらいたくてお願いします。ちょっとじゃあ参ります。写真を撮ってきてもらいました。写真撮ってきたんですけど、ベリー入りたてでちょっとベリーっぽく写真を撮ってみたんですけど、すごいベリーっぽくないかな。ベリーっぽいベリーっぽいってなんだっていうところなんですけど、なんかおしゃれに撮んなきゃいけないのかなとちょっと撮ってきたんですけど、そうなんです。引っ越しまして最近なんかいろいろ今までヨガマットとかストレッチポールとかすごい緑やら黄色やら青やらなんかすごい色が散らばってたので、そうなんですよ。なんですけど引っ越しを機にちょっとネットで、はい、おしゃれ風なのを買ってみたんですけど、ベージュ？ですね、マットレスが紫、チャコットの紫のヨガマットで、これすごい薄くていいんですけど、でグレーの筋膜ローラーがあったので、グレーなんだこれ。そうなんで、このよく足の裏で踏むこの丸々あるじゃないですか。これもなんかグレーのがセットで売ってたので、見た目柄ということで買ってみたら結構ですね、なんて言うんだろう、なんかこの間までの真緑のストレッチポールとかってやっぱテンション上がらなかったんですけど、やっぱ見た目って大事だなと思っていて、確かに、はい、これも当ててもね。そうなんです。これは週に1回だけその這い上がった時のみぞ出てくるアイテムたちで体をほぐす。そうですね、もともと運動やってて結構ストレッチ好きなので、本当に20分くらいですかね、ゆっくり体バキバキボキボキ言いながら伸ばして。やっぱ違うよね、やると、はい、あとなんか髪の毛乾かす話ばっかりで申し訳ないんですけど、その髪の毛乾かしてる時間にこの丸々を洗面台に持っていって、足でこう踏むんですけど、なんか前までこうコロコロしてるだけで終わってたんですけど、そうじゃなくてこの間トレーナーさんが教えてくれたのが、グーパーしながらこうコロコロするとすごいこう血行が良くなるんですって。それやり始めてから確かに冷え性ちょっと若干楽になったりとか。掴めるものなの？確かにこれだけでもいいのに、さらにゴリゴリしたら。掴むっていうかね、足の指をこう出し開いて。本当だ、すごい動いてるよ。あ、恥ずかしい。映してもらった。足指長いし、なんかすごい動いてるんだけど。嫌な映像ですね。いやいや、すごい綺麗。そう、ゴロゴロするといいっていうのを最近やってます。知らなかった。ビューティーン。りっかちゃんのビューティーンも。私のビューティーン。私はちょっとなんかもうベリー歴が長すぎて、ベリーっぽく撮ることにすらちょっと飽きて。むしろどれどれ。普通の写真だけど。っていうか何これ？枕なのね。枕。そう枕で、じゃだからさ、こうベリーっぽく撮りたかったんだけど、これでも最大限おしゃれに頑張ったわけ。なんだけど、なんていうの、背中まであるすごい巨大枕なの。それで私だからその腰痛とかさ、あとほら2歳3歳とかさ、重いのに抱っこじゃんっていうのも相まって、その腰痛&背中のバキバキとかがもう寝起きがもう痛いみたいな。怖いですよね、起きるの。そう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 。っていうのがずっとだったんだけど、でいろんな枕点々として惜しい。今ねこれにしてからすっごい体が楽になった。どこのなんですか？これねなんかねブルーブラッド、ブルーブロッド。海外どこに頭を乗せるの？ここに頭を乗せて、高さありそうだよね。そう首のところが一回高くなってるのね。そっからガンと落ちのガーンみたいな。でもさお尻とかはまだ下がるんでしょ？お尻はでもこのままなんていうの？このラインでいけるので、ここが長いからなんていうの、ここから外れないで寝返りとか打ってもこの中で収まっていられて、そうでなんかまあその寝てる間にこっちに頭がずり落ちてきたりとかもするんだけど、それでもなんか寝心地が良くて、枕難民からねちょっと解放された一品。でも私も最近枕こだわってた、ブレイスリープってよくベリーストアでも扱ってますけど、あれのすごい薄い方、多分スタンダードってやつだと思うんですけど、あれに変えてその頭の熱逃がすようになってからすごい寝心地っていうか夜の睡眠の質上がりまして、枕ブーム多分来てますよね。ちょっといい枕買おうみたいな。やっぱりぐっすり眠れるってことが大事。いやね、3人でみんなとやっぱり邪魔されるってことだよね、子供にも。そうそう、邪魔、隣にそうだよね、女子がいるから。って感じなんだけど、こう攻めてくるから、なんで子供ってさ攻めてくるんだろうね、寝てる時。ぐいぐい来ますよね。なんかこう広い空間あってもう寄ってくるっていうかさ、そうそう、それはあるんだけど、そうだから大人たちはこの枕で今寝てて、って感じ。すごい良さそう。でも写真以外にも今日わざわざ持ってきてもらったって。あ、そう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 、ちょっとだけね。ゆっかちゃんから。あ、じゃあ私から。よいしょ。でもそのやっぱさ睡眠に私はなんかまつわることばっかりなんだけど、これ全部今枕元常備セット。おしゃれ、見た目おしゃれだよね。可愛いですね。可愛いよね。でもさやっぱ見た目も大事だよね。あ、こっちか。それ何？スプレー？これはね空間にスプレーするルームスプレーなんだけど。いい匂いがするの。ちょっと行かないかそっちまで。来た？なんかこれもやっぱその脳になんていうのこう脳をリセットするこの空間のスプレーで、中にね水晶が入ってるの。でこういうなんかちょっとそういう精神っぽいやつ、世界っぽいのもあるんだけど、そうそうすごいこう寝室の空間がすごく良くなる。そうあとこれはなんか今さすごい流行りの CBD オイル。これは舌下に落としてよく眠れるよみたいなやつとか、逆にこっちはなんか寝起きが良くなるサプリメントとかをベッドサイドに置いて、そうそう寝る前のビューティーにしてる。確かに置いとくの大事かも。癒しの香りでしたね。すごいいい香りだよねこれ。すごい香り大事だよねやっぱりね。ゆりちゃんも持ってきてもらった。私もですねいくつか持ってきました。ちょっと私はこんなドルンドルン。何それ？はいこちらの緑のボトルの方が。肌ビヒバっていうのでバスミルクなんですよ。で娘とやっぱりわーってお風呂入って中で遊ぶので、今まで一人暮らしの時はバスオイルやっぱり入れて香り楽しんでたんですけど、そんな余裕なくなりで、娘も使えるものってなった時にこれを知って、日本三大美林の一つ木ですね、青森のヒバの香りがすごくできる香り。そうでやっぱ日本の香りがする。そうなんですよ。なんかそういう香り落ち着くよね。いいですよね。なんか木っぽい、木っぽいっていうんですか。で、もう一つはこっちがハーブティーなんですけど、これコスメキッチンで本当ですか？ありかさ飲んでる。はい、コスメキッチンで買ったんですけど、冷えをとにかく改善する、内臓を温めてくれるようなもので、もう今も相当結構手指に来てるんですけど、はい冷え性で。内臓を温めて寝る前にこれ飲むとポカポカ状態で寝られるっていうので、今の季節にぴったり。はい、そうなんですよ。もうヨーロッパではね薬と言われてる薬局で売ってるようなハーブが処方のものだから、ちょっとニッチなんですけど結構本格的なお茶がここ集まっていて、いろんな種類があるよね、はい、そう免疫力上げるとか。でもこの種類飲んだことない、良さそうだね。これも私も冷えがすごいから。バンルージュ。スキンケアはどうしてる？普段の夜のスキンケアはどんな感じでやってますか、リカ？夜のスキンケア、はい、そうだからさ、なんかあんまりこのそれこそビューティーンにできないっていうかさ、なんか日によってなんか最後までちゃんとできる日もあれば、もう途中でなんか中断させざるを得なくなったりとか、そうだからこう毎日決まったことができないっていう状態ではあるけど、まあ一応ちゃんとメイクを落として、でなんだろう。私は結構オイルが好き。あ、そうなんだ。だからなんかツヤだもんね、いつもオイルでいやそう保湿してで終わっちゃう時もあれば、でもオイル塗っとけば安心っていうこともあるよね。そう、一旦ね、そのお風呂上がりさ、ちょっとね、何時間かはキープしてくれるみたいなのもあるじゃない。そう。じゃあオイル派。うん。まああとパックはなんか朝晩なるべく。もうほんと数分でもいいからパックしてっていうのはやってるかも。でもパックはながらでできるもんね。そうだからもうドライヤーしながらパックとか、朝お弁当作りながらもパックみたいな、ちょっと怖い図だけど慣れちゃいそう、子供たち。それはやってるかな。ゆりちゃんはどんなスキンケアを？私パックしたいんですけど、娘がパックやめてって怖いらしくて。怖いなね。最近パックできないからどうしようと思って、もともとすごい私もオイル好きで、オイルをなんか別に集めたわけじゃないんですけど、なんかちょっとずつ増えていって、なんか毎日こう自分でこう、じゃあ今日はこういう調子だからこれを選んで、ほど全部選ぶ余裕ないんですけど、なんか最後のオイルだけ、じゃあ今日はかなりねっとりめにしようとか、今日はさらっとめにしようとか、オイルだけパッて好きなの選んで。本当にものの5秒くらいですけどね、楽しむのスポイトで落としてパッてつけるのが楽しいですね。でもやっぱりその週に1回這い上がれた日は、なるべくスペシャルケアじゃないですけど、なるべくマスクとかしているようにしますけど、やっぱり娘が途中でなんか起きてくる可能性あるので、お風呂の中で全部持ち込んで、携帯とパックと水となんとか30分だけもう幸せの空間過ごして。そうなんですね。感じですかね。私からそんな2人にお勧めしたいのがあるんです。じゃじゃーん、この2個です。最近使ってね、すごい良かったから持ってきたんです。これがトマニーのミッドナイトコートで、こちらがトマニーのタイムリフレッシャーっていうアイテムなんですけど、さ、私はずっとこのトマニーのタイムリフレッシャーっていうのをすごい愛用してて。この新しく出たのがミッドナイトコートなんですけど、このオイルがその今年の新商品で、この睡眠時間を美容時間にっていうのがコンセプトのながらビューティーアイテム、なのでもう私たちにぴったりっていう感じのアイテムで、しかもね、使うタイミングがすごくて、お風呂上がりにすぐつけるんじゃなくって、寝る直前に使うものなんだって。珍しいですね。そう、それならできる。だから寝る直前にあっと思って、オイスキンケアみたいな感じで肌に使えて、これから本当乾燥が激しくなるので、その乾燥対策にぴったり。じゃあもはや枕元に置くのがいい。そう、だからそこと一緒に並べて、シリーズに置いてもらって最後につけるっていう感じ。そう、オイスキンケア。私本当初めてなんですけど、りっかさん知ってた？私そう、トワニーはもうかれこれ十数年前に美容ライターをしてた時代がありまして、そう、その時にね、そうトワニーさんは一緒にページ作らせていただいたりとかして、そうだからそのブランドの素晴らしさとか製品の良さはすごい知ってるんだけど、このオイルは知らなかった。そうだよね。そうなの。でもね、オイスキンケアってオイガツオとかオイそうだよね、オイ醤油みたいな流れプラスアルファっていう感じ、すごい信頼度のあるキャッチコピーですね。なのでなんとすごい気になるから今回お呼びしちゃったんです。誰を？何をもうそろそろ来たよ。来た。どなた。こんばんは。ご紹介しますということで、今回トワニーの PR の担当をしてらっしゃいます土屋さんです。土屋さん、はじめまして。いらっしゃいませ。お手元には。あ、今日晴れ着って売り場ごと持ってきてしまいました。売り場が来た。改めましてトワニー PR 担当の土屋です。よろしくお願いします。ぜひぜひお座りください。ありがとうございます。すごい本当に。とてもお似合いです。素敵。失礼します。よろしくお願いします。ここからはトワニー PR の土屋さんをお迎えして、はい、先ほど紹介したこのトワニーのミッドナイトコートについてお伺いしたいと思います。今日は視聴者の皆さんにプレゼントも持ってきております。嬉しい。ぜひ最後までね。最後までお見逃しなくですね。見てほしいです。なので第2部のテーマはズバリ寝る前美容の注目アイテム。トワニーミッドナイトコートがいい施設出張カウンターで体験しようです。ここが出張カウンター。そうなんです。トワニーさんはすごい店舗での接客に力を入れているということで、今日はせっかく土屋さんにお越しいただいたので、まさに出張カウンターを体験させてもらおうと思ってます。よろしくお願いします。ちょっとねパジャマだけどよろしくお願いします。リカさんさっき10年来のお付き合いっておっしゃってたんですけど、私ちょっと今回初めてトワニーさん知ったんですけど、ちょっと改めてどんなブランドというか、はい、特徴があるのか教えていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあトワニーのご説明をさせていただきますね。はい、トワニーは最適な美容のタイミングを美しさのリズムというふうに呼んでおりまして、1日、1月、1年、一生、この4つのリズムを大切にしているブランドです。実は今年で25周年になるブランドにもなるんですよ。具体的にその4つのリズムっていうのはどういうリズムになるんですか？はい、1日はまず朝昼晩繰り返されるリズムで、1月は生活の中で繰り返されていくリズム、で1年は春夏秋冬季節のリズム、そして一生は美しく生涯を重ねていくリズムというふうに捉えていて、例えば一日のリズムでいうと朝と夜ではお肌同じように思えてもお肌を取り巻く環境も異なっていますので、それぞれに適したお手入れがあるというふうに考えているのがトワニーブランドなんですよ。はい、考えたことなかったですね。リズムに着目しているブランドになります。はい。どんな商品が一番人気なんですか？はい、商品はですね、先ほど立花さんも使っていただいていると、ご紹介あったんですけど、この誘導美容液のタイムリフレッシャー、こちらが一番人気になってます。やっぱりそうなんだ。はい、そうなんです。このタイムリフレッシャーは先ほどのリズムでいうと、一日のリズムに着目したリズム商品になっているんですよ。はい。リズム商品って面白いワードですね。美容業界だとなんかあるんですか？そういうなんかリズム系。でもやっぱり新しいというか、ちゃんとそれに基づいているっていうのがすごいなと思います。ジャンルなんですね。ありがとうございます。朝気持ちを上げるように。そうですね。はい。朝やっぱこちらを使っていただいて、一番最初に使うアイテムなので、お手入れのスイッチをこう入れていただくような。なるほど。大事になっています。せっかくなのでトワニーでカウンターにお店にいた感じで、私たちも接客を受けさせてもらえたらなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。どんなことが？店頭では美容部員の方が接客してるんですけど、代打という形でちょっと緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では始めさせて。パジャマで。ね、来てもらえた。そうですね。あったあった、一番すごい。目立つやつ。すいません、ちょっとこのような格好ですが、よろしくお願いします。はい、では始めさせていただきますね。早速なんですけど、鈴木さん、笹川さん、最近肌寒くなってきたんですけども、朝起きた時にお肌に乾燥を感じたりすることってありますか？ありますあります。毎朝感じてます。本当にゆりちゃんの年代でもある。乾燥すごいしやすくて乾燥肌なんですけど、こう触った時に結構前日オイルつけまくっておかないと乾燥しちゃうくらい乾燥肌で。そうか、でも年齢関係ないよね、乾燥ってね。リカさんどうですか？いや、私もだからちゃんとスキンケアしたしないにかかわらず、こうなんか肌が朝パリッとしちゃってるなとか、っていう時はなんかもう一刻も早く起きてなんか塗りたいみたいに、なっちゃう時ありますね。そうなんですね。ありがとうございます。私たちトワニーが調査した結果でも、約7割もの女性の方が、しっかりスキンケアをしたつもりでも、朝起きた時に乾燥を感じるというふうに回答を、されていらっしゃいます。で、トワニーはこのミッドナイトコートですね。こちら朝の起きた時の乾燥の原因になる、夜の睡眠中に訪れる肌の乾燥に着目して作られたオイル状美容液になっておりまして、先ほど立花さんからもお話しいただいたんですけど、寝る直前スキンケアの一番最後に使っていただいて、睡眠時間を美容時間にするがコンセプトのオイル状美容液になっています。ありがたい。寝てる間もってことですもんね。そうですね。はい、寝てる間にしっかりと、美容時間を。自分が頑張ってなくても塗ったら、そのそうだよね。液体たちが頑張ってくれるっていう。本当。はい、そうなんです。はい、結構簡単に本当寝る直前に使っていただければ大丈夫なので、簡単に取り入れていただけるアイテムかなと思います。ここからは土屋さんに気になることをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速いいですか。はい、これを寝る前にあえて使うっていうのはどういうことなんですか。はい、ありがとうございます。寝る前にこだわっているのは、夜の肌が日中に比べて最も乾燥しやすいからというのに理由がございます。日中に比べて夜は皮脂の分泌量が少なくなっているので、寝る直前の使用をおすすめしています。あとは子育て中のママはスキンケアしてから寝るまでに時間が空いてしまうこと本当に多いと思うんですけども、そういった場合でも寝る直前に使っていただければ乾燥を簡単に防いでいただけるということで、寝る直前の使用を、おすすめしております。納得。でもってことはクリームの上から塗っちゃっていいってことですか？はい、そうなんです。こちらのオイルはクリームみたいに油分が多いスキンケアの上にこそ重ねていただきたい、独自処方を、採用しておりまして、普通クリームみたいな油分の多いものに重ねるとぬるぬるベタベタして肌収まりが、悪いと思うんですけども、こちらはピタッと密着する処方を、採用しています。あとはクリームとか乳液みたいなアイテムをお使いいただかなかった日、簡単にスキンケア済ませてしまった日でももちろんお使いいただくことができます。すぐ寝て枕をね、使っても安心ってことですね。これは嗅いだんですけども、すっごいいい香りですよね。ありがとうございます。この香りの元は何なんですか？はい、こちらはですね。こちらミッドナイトコートにはさまざまなハーブ、厳選したラベンダーであったりとか、あとはウッディをアレンジしたナイトボタニカルの香りというものになっていて、トップノートに使用しているこのマートルの香り、こちらがアクセントになっていて、爽やかなんですけど少し甘みのあるようなまろやかな香りに仕上げております。たくさん入ってるんですね。そうなんです。はい、さまざまな種類の厳選したハーブを使っています。すごい、やっぱり香りがいいっていいよね、寝る前に。寝る前の香り、どういう夢見るかにつながるような。本当に今日は実は香りをしっかり楽しんでいただける使い方を皆さんで一緒にできればと思っています。嬉しい。教えていただきたいね。深呼吸メソッドというんですけども、ぜひ皆さんと一緒にやりたいので、ではお手元にこちらミッドナイトコートをご準備お願いします。ね、深呼吸が大事なんですか？そうなんです。寝る前の深呼吸とっても大事なので、ぜひですね、一緒にできればと思います。では最初にこちらですね、2、3滴手のひらに振り出してください。こちらをですね、ゆっくりと手のひらになじませて、お顔を包み込むようにハンドプレスしていきます。いい香り。香り楽しみながら深呼吸してください。そのままですね、ゆっくりと手を横にずらしていただいて、頬を包み込むようにまた深呼吸をじっくりしてください。前に戻したもんね。本当。なんか嗅いだことのない新しい香り。ありがとうございます。包容力。系っていうか、確かに包み込まれるような鼻の下に塗っておきたい優しい香りですね。最後にですね、おでことそして顎をですね、はい、こちら優しく包み込んでいただいて、また深呼吸して香りを楽しみながらハンドプレスを行ってください。こちらお好みに合わせて数回繰り返していただければと思います。もう一回取り直して。あ、じゃあもうこのまま手にはいついているものですね。で塗り込むように使うのではなくて、やはり優しく包み込むように、はい、使っていただくのがポイントになります。ずっとこうやっちゃうでもなんですね。いい匂いすぎてここで止まっちゃう。いい香りすぎて。本当でも自分をいたわるって感じじゃない。本当ですね。本当だよね。このひと手間が大事だよね。寝る前にさ、丁寧に。本当に何度書いてもなんかなんとかの香りですよねって普通なんか表現できるじゃないですか。いい香り以外の言えないよね。なんかミックスされてる感じ。ありがとうございます。拭き取りたくないね。本当お疲れ今日も私っていう。でもそれがめちゃくちゃ大事なんだ。そうだよね。香り大事ですね。みんな顔が見えてないもん。もう誰も喋らなくなっちゃって。そうし、手を動かせなくなる。もうお休みみたいな。大会で見てほしいよねこれ。なんかお花やらウッドやら本当にいろんな香りしますね。そうなんです。特にフローラル系の香りが普段多いんですけど、今回は全く新しい香りで寝る前にはいつけたくなるような香りを目指して開発しました。欲しくなったでしょ。無になります。無になってるもう。無になっていただければはい幸いです。どこで買えるんですか。ありがとうございます。トワニーは現在全国の化粧品専門店と、あとはイオン様やイトーヨーカドーさんのようなショッピングモールで取り扱いをしております。近くの店舗はですね、ホームページの方から店舗検索でもご確認いただけます。もう3人とも手が。なんかぜひお店行ってみたいんですけど、今なんかそれこそこういうご時世じゃないですか。なんかその店舗に行ってでも多分こう触っていただくことはきっとできないんだろうなと思うと、どんなことをしていただけるんですかお店では。はい、ありがとうございます。そうですね、今非接触そしてパーテーションを設置するなどして、感染症対策をしっかりと行いながらミラーリングレッスン形式というレッスン形式の接客を行っております。はい、このレッスン形式の接客というのは向かい合ってそして同時進行で使い方を一緒に確認するカウンセリングになっておりまして、今やっていただいたような、そうですね。はい、一緒に使い方を確認することで適切な量であったりとか、それから力の入れ方を確認することができるので、大変ご好評をいただいております。確かに、なんか量もこれでいいのかとかね。実際使ってるものが本当によくこれで使えるのかって家に帰ってからも知れるのはすごいいい。はい、ありがとうございます。やっていただくだけじゃなくて体験型で学びもあると面白いですね。確かに。そうだね。説明書だけだとわからないものがたくさんあるからね。より良い使い方を得られるってことなんですね。ありがとうございます。そうなんです。トワニーはこういった対話とかお話で実際にお客様一人一人に寄り添うハーモナイズドカウンセリングというカウンセリングを非常に大切にしておりまして、商品説明だけではなくて一緒にこう美容を楽しむような気持ちを育んでいけたらなというふうに思っております。嬉しい、寄り添われたいね。土屋さんに寄り添われたい。ありがとうございます。そうだよね。気持ち大事だもんね。大事ですね。でもなんかあれですね。すごい気持ちいいからベッドで寝る前にやるのもいいですけど、なんかもう寝た状態でこうやりたい。確かに。でもそれでいいんですよね。はい、そういった状態で使っていただいても寝れますしね。はい。新しい。このまま寝ちゃいそう。より浸透されそう。確かに確かに。すごい。本当にいい香りだもん。朝が楽しみになるってことですもんね。はい、そうですね。これ新商品ってことですね。はい、そうなんです。こちらトワニーミッドナイトコートは明日10月16日に新発売しております。楽しみ。そうなんです。店頭でサンプル品もご用意しておりますので、ぜひお気軽に来ていただければなというふうに思います。早速みんなに明日試してもらえるもんね。そうですね。そうですね。すごいまだ香りが残ってる。消えないですね。すごい香り。ありがとうございます。なかなかこう初めてのお店とか対面の販売って緊張される方もねいらっしゃると思うんですけども、ぜひそうなんです。ベリーのイベント見たよというふうにおっしゃっていただければ、はいサンプル気軽にご用意してますので、ぜひ一言ご覧いただければ。確かに緊張するもんね。ということで、でも早速じゃなかった、ついに終わりの時間になっちゃったということで、早いですね。本当にあっという間ですね。でもじゃあ今日は皆さんに感想を聞きたいと思います。ゆりちゃんどうでしたか？体験してみて。自分が何が好きかどうかってあんまり把握できてなかったなと思ったんです。これプレスですね。今まで普段こうバチャーってやってたんですけど、いろんなものを。こう丁寧にプレスするっていうことを、いい香りがあるとそれをね味わいながらってなるから、所作が丁寧になるかも。必然的に楽しませていただきます。わあよかった。りかちゃんはどうでしたか？私はなんかこれやっぱり昔ってこう美容もさ頑張るものっていうか、ちゃんとこう順序立ててやって。ちゃんとやった人がなんか偉いじゃないけど綺麗になれるみたいな時代もあったと思うんだけど、やっぱりさみんな忙しかったり時間がなかったりっていう現代の女性に心までこうなんていうのケアしてくれるね、自分のことしたいけどさねそうもいかないっていう時期もきっとみんなね仕事とか子育てとかさ寝る前に最後の人を寝る3秒前につけてみるね楽しみです。あゆさんも普段いろんな化粧品ね、ライターさんとして見てますけど、超感動してました。そうなんかやっぱりこう頑張らなくていい、そのりかちゃんもさっき言ったけど頑張らなくていいっていうのと、こう寝る直前でいいっていうのは、このすごい寝る時間って大事だけど、その間なんかほったらかしにしてていいっていう、なんか寝る時間をさらにこうよりよく高めてくれるっていうのが。すごいいいなと思いました。では本日のイベントも最後までご覧いただきありがとうございました。楽しかったです。それでは皆さんおやすみなさい。